こんにちは、MJWS 編集室です。今回の動画は、未成線の代表格として知られる熱海モノレールについて。画像には、同モノレールが開業していたらベース車両となっていたであろう、東京モノレール社の初代営業車両、100型シリーズを写しています。計画当時、事実上東京モノレールの子会社として発足した熱海モノレール社とそのルート、概要について今回は動画として紹介いたします。熱海モノレールとは1960年代に計画が存在したアルウェーグ小座型のモノレール路線計画。熱海駅前に位置する熱海第1ビルの地下に設けられた始発駅熱海駅より熱海港や熱海ロープウェイ乗り場付近までの 1.9km をつなぐ路線として計画されました。1962年5月、現在の東京モノレール社である日本高架電鉄や日立製作所が出資する熱海モノレール株式会社が設立されたことに全ては始まります。会長には名古屋鉄道とともに日本へあるウェーブ式モノレールを導入した帝国ホテル社長犬丸鉄三氏が就任、社長に日本高架電鉄の木戸副社長が就任し発足。当時の運輸省は1963年昭和38年に同モノレール路線の敷設を許可し、熱海モノレール路線は正式なものとなりました。なお現在の東京モノレールもこの翌年となる1964年に浜松町から羽田空港間が開業しています。熱海モノレールの当初路線計画は熱海駅から熱海ロープウェイ乗り場までの営業距離 2.1km の路線として立案されました。その後1965年に始発駅の位置など若干の計画の変更が申請され 1.9km の路線へと変更されています。なおいずれもモノレールシステムは日立アルベーグ式モノレールを採用することとなっていて、親会社である東京モノレール社の営業車両をトレースする予定、もしくはその設計を流用するつもりだったことが容易に伺えます。最終的な路線形状としては熱海駅から熱海港までを沿岸部でつなぐルートとなりました。この時熱海モノレールの始発駅は熱海第1ビルの地下に設けられることが決まり、現在まで続く文字通りの謎として取り扱われていく状況につながっていきます。この位置から見ると JR 熱海駅と熱海第1ビル間にはほとんど距離がなく、モノレール入り口を設けるために地下通路を作ったのではという説にも納得がいくような気がしてきます。それでは熱海第1ビルおよびモノレール熱海駅を起点として熱海モノレールのルートを見ていきましょう。熱海第1ビルの地下3から4階に設けられるはずだった起点駅熱海駅を出発したモノレールルートは、直後の90パーミル近くに達する地下トンネルをくぐって海岸線に到達。ここで大きく進路を右に取り、以降は海岸線を横断していく形で熱海港を目指していきます。なお熱海第1ビルから海岸線に出る下り勾配において、熱海モノレールでは最大勾配となる90パーミル前後を記録します。余談ですが、熱海モノレールのルートは熱海駅を出た直後から若干のカーブを描きながら下ってきます。このため90パーミルで収まっていますが、仮に直線的に下ってくると110から120パーミル近い勾配となってしまうことがこの図からわかります。さてルートの解説に戻りましょう。現在の熱海ビーチライン付近から沿岸部に出たモノレールルートは、沿岸部脇をトレースしつつ熱海ロープウェイ方向へ進んでいきます。この先現在砂浜となっている部分もモノレール計画立案当時は完全に海上でしたので、完成していれば海の上を走るモノレール、
というイメージとなっていたことでしょう。なお、モノレールと海という組み合わせはミスマッチなイメージを抱いてしまいますが、開業当時の東京モノレールについても状況はほぼ同じでした。現在でこそ造成や構造物が連立する東京モノレールのルートですが、当時はまさに海上を走るモノレールだったのです。熱海モノレールには銀座、公園前と会場に途中駅が設置されることも計画されていました。現地には現在ムーンテラスと呼ばれる会場テラスが配置されています。モノレールルートの直下に位置しているこのテラスから当時のモノレールをイメージすることができます。これら中間駅を経由した熱海モノレールは終点となる熱海港付近に到達します。以上、全4駅営業距離 1.9km の短距離路線として熱海モノレールは計画されました。熱海モノレール計画立案と並行する期間、1964年9月17日には現在の東京モノレール羽田空港線が開業。同年の開業に合わせる形で日立製作所では東京モノレール営業車両100型、200型、300型、350型の4形式の製造を実施しました。先頭専用車両である100型は中間用車両である200型を挟み込む形で運用。300型も同じく先頭車ながら300型、200型、350型またはこの反転パターンという組成で運用されました。熱海モノレールについては起点駅となる熱海第1ビルの奥行きが先ほどの東京モノレール営業車両の組成での3両編成を入れ込むサイズしかない、つまり6両編成での運用は想定していなかったと想定されるため、100型と200型による3両編成がイメージに近いのではないかと想定されます。仮に完成していたらどんな車両が走行していたのでしょうか。日本導入の日立あるウェーブ式モノレールは東京モノレールへの導入が初めてではありません。東京モノレール開業から遡ること1962年3月、熱海モノレール社の会長でもある帝国ホテル犬丸鉄造氏が発起人となり、名鉄と日立製作所と共同する形で犬山ラインパークモノレール線を開業させます。その後名称をモンキーパークモノレール線へと変えた動線は残念ながら2008年12月27日に廃線となっています。動線では熱海モノレールで採用する計画だった勾配以上となる最急勾配 97% を持つ路線となっていて、熱海モノレール熱海駅から海岸線へ出る区間の勾配値 90% については全く問題のない数字であったことがこの路線からわかります。日立あるウェーブ式モノレールは当時二軸車方式を採用したモノレールシステムでしたが、後1969年に運行を開始した500型車両より15メートルのボギー車へ更新されていくこととなりました。このボギー車の登場によって後の万博モノレール、北九州モノレールを皮切りとする日本小座式モノレールシリーズへと変貌を遂げ、多くの路線が日本国内で開業していくこととなります。今回の動画は熱海モノレールが主体ですので、この辺りについてはまた別の動画で紹介したいと思います。熱海モノレールとはというと、その後計画変更の翌年となる1965年、工事施行認可申請期限の延長を申請するも以降着工することはなく、読んで字のごとく未成線となりました。熱海モノレールと対として語られる熱海第1ビルについては、その後1967年3月に完成、地下3から4階に
モノレール駅を残す駅前ビルとして鉄道や未成線ファンに知られる存在となっていきました。今でも地下にホームがあるのかないのか、入り口はどこにあったのか、または計画されていたのかと多くの謎を残す熱海モノレール。当室でも可能な範囲で調査を続けていきますので、引き続き見守っていただけると幸いです。さて今回は熱海モノレールの概要およびルート紹介編として動画を作成しました。今だ多くの謎を残す熱海モノレール、エンターテインメントの一つとしてご覧いただければ幸いです。それでは今回の動画はここまで。いつもご視聴いただきありがとうございます。また機会ありましたらご覧いただけると幸いです。さようなら。